助動詞、can、疑問文さて今回はここに書いてある例文について一緒に勉強しようね。まずは例文を見てみようね。あなたはこの問題に答えられますか ?can you answer this question? You answer this question? そして二つ目。誰がこの問題に答えられますか ?who can answer this question? 上の文は前に習ったキャンの疑問文だよね。今回は下の文について新しい表現を覚えようね。ポイントは2つ。誰が何々することができますかと尋ねるときは、who を主語にして、後にキャンを使った普通の文を続けることだよ。who を主語にして、 キャンを使った普通の文を続けるだけなんだよ。とっても簡単だよね。それで誰が何何することができますかっていう疑問文になるんだよ。ポイント二つ目、答えるときは誰にあたる人を主語にして、主語キャンで答えようね。それでは他の例文も見てみようね。 誰がこの質問に答えられますか私ができます。メリッサができます。Who can answer this question?I can, Melissa can.Who can answer this question?I can, Melissa can. まずは形を見てみようね。うを主語にして、普通の文が後に続いているよね。これで、誰がこの質問に答えられますか っってていう意味になってるよ。そして答えるときは私ができますメリッサができますってここで聞かれている誰に当たる人を主語にして主語とキャン主語とキャンの形になってるよね例文二つ目誰がドイツ語を話せますか私が話せますケンタが話せます スピーク・ジェーマン。「アイ・カン・ケン・ can. 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 can, can. can. ここでもまず形を見てみようね「フー」を主語にして普通の文があとにつづいているよねこれで「だれがドイツ語を話せますか?」って意味になってるよそして答えるときはここでたずねられた「フー」にあたる人を主語にして「わたしが話せます ケンタが話せます。主語、キャン。主語、キャンの形になってるよね。それでは、今回習った表現についておさらいするよ。誰が何々することができますかと尋ねる文は、文を主語にして、後にキャンを使った普通の文を続けようね。答えるときは、 さっき聞かれた、誰にあたる人を主語にして、主語プラスキャンの形にしようね。